ブバイガワラの戦いは、鎌倉時代後期の現行3年5月15日5月16日に、武蔵国玉が若藩のブバイガワラにおいて、北条安家率いる鎌倉幕府勢と、新田義貞率いる反幕府勢との間で行われた合戦である。現行3年5月8日、新田義貞は、上野国育士南明神で、鎌倉幕府打倒の兵を挙げた。 この旗揚げ寺の新田軍は、吉佐大海一族の脇屋吉助、大立宗氏、堀口貞光、岩章教家、里見義種、枝幸義、桃井久吉ら総勢でもたった150期ばかりであったと言われる。しかしながら、南行して利根川に至ったところで、越後国の新伝統や、甲斐、源氏、品の源氏の一派が合流し、軍勢は七千0にまで及んだ。月日、 利根川を越えたところで、足利高氏の着手、千条が、木御在門に伴われて合流。この方への下助、下付、かずさ、ひた武蔵の鎌倉幕府に不満を持った武士たちが、次々と集まり、新田軍は二十万七千まで膨れ上がったとも言われる。さらに、新田軍は、鎌倉街道沿いに南下し、入間川を渡る。迎撃に来た。 桜田貞田区に率いる鎌倉幕府軍を5月11日に、小手、差原の戦いで、5月12日に、久米川の戦いで、相次いで撃破。幕府軍は、武蔵国の最後の要害である玉川で、日田軍を食い止めるべく、部外河原に撤退した。鎌倉幕府は、小手、差原、久米川の敗北に接し、日田軍を迎え撃つべく、 北条高時の弟、北条や水泳を対象とする十万の軍勢を派遣。ブバイガーラにて、桜田貞国の軍勢と合流した。一方で吉貞は、幕府軍に増援が加わったことを知らずにいた。5月15日、2日間の休息を終えた日田軍は、ブバイガーラの幕府軍への攻撃を開始。だが、援軍を得て、士気の高まっていた、幕府軍に迎撃され、 日田軍は堀金まで敗走した。本人が崩れかかるほどの危機に瀕し、吉貞は自ら手勢を引いて、幕府軍の横腹をついて、結露を開き撤退した。もし、幕府軍が追撃を行っていたら、吉貞の運命も極まっていたかもしれないと指摘されている。しかし、幕府軍は過剰な追撃をせず、撤退する日田軍を生還した。太平記には、 この合戦における両軍の軍勢の構成や採用した戦法についてつまびらかに記述されている。この敗走の際、武蔵国分寺が消失したと言われる。敗走した吉定は退却も検討していた。しかし、堀金に敗走した日の晩、三浦氏一族の大田は吉勝が河村、戸井、渋谷、本村相模国の氏族を統率した軍勢六千期で、 吉貞に加勢した。大田和氏は、北条氏と親しい氏族であったが、北条氏に見切りをつけて、吉貞に味方した。また吉勝は、足利一族の講師から養子に入った人物であり、吉勝の行動の背景には、宗家足利氏の意図、命令があったと指摘されている。吉勝の協力を得た吉貞はさらに幕府を油断させるために、忍びの者のを使って、大田和吉勝が、 幕府軍に火星に来るという流言飛行を飛ばした。翌16日早朝、吉勝を先鋒として吉定は、部外原に押し寄せ、巨砲を鵜呑みにして緊張が緩んだ、幕府軍に奇襲を仕掛け勝利し、北条安江一家は敗走した。部外原の戦いにおける、吉定の勝利はその後の戦局に大きな影響を与えた。この戦いで、 日田軍が幕府軍に対し勝利を収めたことにより、幕府軍は完全に主勢に転じた。この後、日田軍には次々に援軍が加わり、大兵器によれば60万の大軍勢になったという。その後幕府軍は鎌倉の守備を固め、日田軍は要害の地鎌倉を攻めあぐんだが、稲村が先からわずかな軍勢で強行突破し、幕府軍の背後をついて、 鎌倉へ乱入。倒幕運動最後の合戦が行われた。ブバイ河原駅前の新田義貞像、府中四分梅町の新田川分梅公園に、ブバイ河原の古戦場碑がある。ブバイ河原の駅の駅前ロータリーには、新田義貞の像がある。新田義貞の顔は、鎌倉方面である南を向いている。ありがとうございます。